田でーす。はい、ということでできました。私の完全オリジナル料理、バラ餃子でーす。どうかな、バラの花びらに見える、バラの花に見えますかね。まあ一応、まあ俺はこのなんていうんだ、このバラのね、あの餃子の皮をこう一回折った時に、折ってる面をこう接着しなかったのよ、水で。だからこんな感じで中のお肉が見える感じになってるけれども、逆にって言い方も変だけど、こんな感じでお肉が見えてた方がパッとね、花が開いてるように見えて美味しそうじゃない、これ。お肉見えた方がさ、俺絶対美味しいと思うのよね。はい、まあそんな感じで、この餃子のね皮を、まあ、もしかしてこう4枚とか5枚並べて、そこに真ん中にね餃子の餡をこう置いて、折りたたんでくるくる巻いて、でちょっと調整すれば、もしかしてこれバラの花っぽくなるんじゃないって、ちょっと私思いつきました。ピーンと、あれ、こうしたら、あれ、待って、これだろ、なるよねみたいな感じで思いつきまして、作ってみました。いやね、なかなか我ながら初めて作ったにしてはね、ちゃんとバラっぽくなったと思う。じゃあまあ早速だけど食べてみましょう。じゃあ醤油こんな感じでね、パラーっとかけてですね、まあこれ見てわかる通り、餃子一つ一つの大きさが結構でかいっす。なんで、あんもたくさんあるから食べ応えがある。あ、ちょっとね、そこは焦げてんだよね。まあいいや、それは。いただきます。うん、あっちい、熱い、おっ、いや、悪魔的だ、悪魔的。いやね、まあまあ餃子の味としては、まあ普段、作ってる、普段お家で普通に作る餃子と、まあ味はねそんなに変わんないんだけども、やっぱ大きくて食べ応えがあるっていうのと、やっぱ見た目的に、いつものこの半月型の餃子は見慣れてるけど、こうやっぱテーブルにさ、こうパッとさ、これが出されたら、あ、すごいみたいな感じで、やっぱこうね、視覚をも楽しませんのが、まあ、料理だと思うから、まあ、料理の、ま、一つの、なんていうか、エッセンスだと思うから、まあまあ、たまには、こういうのも、いいんじゃないですかね。うん。っていう感じでね、まあ、初めて作ったにしては、結構、初めてっていうか、まあ、思いつきで、ちょっと作った割には、思いのがやっぱこう、ちゃんとバラの花びらっぽくなって、なかなか、いい出来だったと思います。まあ、皆さんもぜひ、僕のね、この作り方を参考して、僕のオリジナル料理、バラ餃子の方を、よかったら皆さん作ってみてください。はい、ということで、柴田が考えた完全オリジナル料理、バラ餃子を作ってみました。では